西暦2004年、一つのバンドが産声を上げた。ギルガメッシュ。メンバーはボーカルサトシ、ギターニーノ、ベースシュー、ドラムリョウの4人。誕生のきっかけは1995年にまで遡る。千葉県のとある駅で高校生だったシューとニーが再会した。小中一緒だったん で高校で大体別れるじゃないですか。で、まあ、高校別々で、で、まあ、久々に地元の駅で学校の帰りしないお互いで会って、で兄さんがギターをやってるっていうのはもともと風の噂で聞いてたん で僕も軽音楽部でベースを始めてたんで、なんか一緒になんかやろうよって言って、最初はでもいや別にそういうのバンドとかじゃねえんだ、俺やりたくねえって言ってて断られたんですけど、僕の実家の帰り道、駅から帰り道の途中に兄さんの家があったんで、まあ毎日のように学校帰りに寄って音楽の話したり、ただ漫画読みに行ったりとかしたりとかしつつ、その流れでどんどんじゃあバンドを次 どうやってやっていこうかとか、ドラム入れなきゃねとか自然に洗脳していきましたね。家でずっとギターを弾いてたいなっていうだったんです、最初は。ギターもやり始めたばっかしで、だからバンドとかまあやめてみたいなからのまあスタートで、いつの間にかバンドメンバーどうしようかみたいな感じの流れになったって感じ。その弟なんですね、その弟の亮がその中学入った時にその周りの友達が楽器を始めてて、でうちの弟もハマり始めて、でまあ僕はもう普通こうずっとまあ傍観してるわけですよ、何が楽しいんだろうと思いながら、であいつらがこうスタジオとかで撮ってきたコピー曲をこう家であいつら聴いてるわけなんですよ。で俺ももちろん隣で聴くんですけど、CD と丸々同じことを弾いてるっていうのにビビって、こいつらすげえってなって、でまあ亮がギターも買いなった時に、亮、まあ、がどっか外出する時に俺がこっそりギターを持ってこうやってこう隠れて練習し始める日々が始まるみたいな。中学1年の頃からもうコピーバンドやってて、さ2人より先に、でまあ2人がやり始めたっていうのを聞いて、うん、じゃあちょっと低下してやっかみたいな。作曲とかもすごく早くて、そう全部楽器が できるし、なんかちょっとしたなんか曲の断片みたいなものは常に作って記録してて、まあステージ上がるんだったら絶対ドラムがいいなっていうのがあって、テレビであの XJAPAN の YOSHIKI さんつけてドラム叩いてピアノ弾いたりとか見て、それかっこいいなと思って、だからすごく憧れてて、でやっぱドラムって一番音目立つじゃないですか、ライブでも。でも本当一瞬ですよ、ほんの 2,3 ヶ月ぐらいしかやってないし、僕が歌ってたのは。でまあそのちょうどサトシのその前のバンドもなんか解散して、サトシはまたバンドやりたいっていう感じの状態で出会ったんで、でまあでそうもうやり歌いたいんだ、あじゃあ俺ドラム戻ればバンド一緒にできるねみたいなニュアンスだったんで、あこいつをドラムに戻せば俺が歌えると思って、まあ、自分がやりたかったその時の音楽性がなんかヘビーな音楽に際立ったメロディーみたいな、それをすごい体現してたバンドだったんで、一回ライブ見に行った時に、ああもうこのバンドで歌いたいしバンドやりたいなっていう気持ちがあったんで、でもともとギターの兄さんと、まあ、知り合い友達だったんで、めちゃめちゃラブコールして入れてくれって頼み込んで入れてもらった。前のバンドからずっと歌詞は書いてて、バンド始まる前から詩みたいなのを書くのが好きだったんで、まあ、自然の流れで、まあ、歌う人が歌詞書くべきじゃないみたいな流れになって、なんかそんなに誰が歌詞書こうかみたいな話にもならず、まあ、俺歌詞書けるから書くよみたいな、まあ、普通の流れで、ちっちゃい頃からなんか詩を書くのが好きでしたね。こうして作詞はサトシ、作曲は主に亮が担当し、彼らは精力的な音源制作を始める。バンド名はギルガメッシュと名付けられた。亮がやっていたゲームの中にたまたまその名が登場し、インパクトのある響きを皆が気に入ったのだ。おめえいけい、いくぞ、かかってこい、かかってこい。
地元千葉のライブハウス元八幡ルート14を拠点にライブ活動も本格化していく。あなたのことは人より今はすごく好きなんだけど、今年だしたよく回れた。ゼロからのバンドでいろんなライブハウスにまずライブをやるのにオーディションがあったんで、当時はまあデモテープをデモ CD 送ったりとかして、で最初はギルガメッシュって名前で断られたとこもあったりとか、なんだこのバンド名っつってちょっと変な目で 見られてたんですけど、ただまあ実際やってみたらっていうので多分うまく評価を得て、まあ、かっこいい音楽やってる自信はあったんで当時。まあこっぱずかしいですね、これをかっこいいと思って本気でやってたんだろうなって思うと恥ずかしいですけど、まあ、そういうのも経て今の自分たちがあるのかなと思うし、当時からまあなんか同じイベントで関わったバンドとか周りのバンドと違うことをやろうっていうのがなんとなくあったんで、当時はあれが、うん、最大限の僕らのカッコつけですね。そんなギルガメッシュの大きな転機となったのは、当時すでにメジャーデビューを果たし人気バンドとなっていたムックとの出会いであった。紅翼のツアー中だったんですね。ムックが紅翼ってアルバムを出してツアー中で、ルート40から20周年だったから、小屋の20周年のライブなのでやってほしい、まあ、メンバーに話したところやりましょうと、まあ、なってはいたんですが、宝翼のちょうどツアーのファイナルの直後だったり、年末だったんですけど、年末のイベントが立て込んでる中で、ちょっと出演はするけれどもどういう形でやるのがいいかねみたいなのを議論してる中で、達郎がルート14でいろいろムックもお世話になっていろんなバンドとやらせてもらったので、とそういうチャンスを若手のバンドにあげたいと言い出して、ルート14で一押しのバンドを一つ紹介してくれと、その時に出てきたのがギルガメッシュでしたね。CD を事前に送ってもらって、でみんなで聞いた、こういうなんかデジタルな感じっていうか EDM な感じを足してるバンドいるんだねみたいな話をしたのは覚えてるんで、みんなバンド名はうっすら知ってたぐらいだと思います、僕も含めて。すごく印象的だったのはリハーサルの時に持ってる楽器が高かったんですよ。あれみんないい楽器持ってるねってまずスタッフが目をつけて、そっからまず入ってったので、リハの印象っていうのは実は全然覚えてないんです。でもいい楽器持ってんな、すげえなギルガメッシュっていうのが最初の印象。リョウとニーの印象はほとんど覚えてないんです。サトシ君はなんてツンツンしたやつなんだって思ったんですね。最後に記念写真みんなで撮ろうって言って撮ったんですけど、ムックのファンクラブ用にカメラの方も見ないし割とツーンとした顔をしてたんですよ。で、シュウ君がもう一生懸命気遣ってみんなに挨拶とかしてて、何なんだろうこのバンドはと思ったら、要はサトシ君はどうしていいか分からなくてずっとツンツンしてた。照れ隠しに程があるよ。楽屋でモニターテレビを見てたんですよね。で、僕はミヤ君と並んで二人で見てて、おそらくサーティーズリボーン、もちろんデンジャークルーから出たファーストアルバムに入ってるであろう曲を続けてやったはずなんですが、ちょっと二人でびっくりして、こういう感じのバンドなんだって、かっこいいねこれっていう話をしてて、ちょうどデンジャークルーがその時期にムック指導が出て、まあその後の続く新人バンドを探してた時期でもあって、さてどうしようねみたいな話をよくメンバーもしてたしスタッフもしてたんですよ。まあ、そういう時に結構こう指導を連れてきたのは実はムックの達郎だったりするのは有名な話なんですけども、ムックのメンバーもそういうのを普段から気にしてる部分、このバンドやりませんかってポソッと言ったのはミヤでしたね。そのモニターを見ながら本番前につぶやいた風景はとっても覚えてます。
こうしてギルガメッシュは2006年9月初のフルアルバム「サーティーンズ・リボーン」をリリースする。プロデュースを行ったのは元ラルク・アンシエルのメンバーであるドラマー桜氏。まあ、当時そのデンジャークルーレコードで、これからやりますよって新人の、当時はね、ほとんどそのバンドは必ず俺のなんか門をくぐっていくっていうような感じで、と思って、なんでもういいじゃん、できるじゃんと思って、できるじゃんっていうのは俺いる必要ない、ちゃんとしてるじゃんとかって、なんでいい曲じゃんと、こういうスタイルで行こうぜっていうのがなんか明確に答えが見えてたよ。じゃあ俺がやる仕事は何かって言ったら、そのプラスアルファでこういうエッセンスすれば君たちの目指してるものはもうちょっと手に入りやすいよっていう。バンドだったらその別撮りっていうかね、はい、ドラムを取るって、仮ギター仮ベースの音で、はい、じゃあドラムを本ちゃん取ってとかっていうことじゃなくて、全部本ちゃんっつって、同じブースに入れっつって、でみんなってみんなで演奏してるんだってことを意識しろっつって、一体となって一個の音の塊をみんなで奏でるんだって、合奏で合奏、小学生の時の合奏とかあったでしょ、音楽の時間、そうだよね、みんなで一緒に作るんだって、そうするといい曲がさらにいい曲、愚直なぐらい自分らの音音楽、バンドの持ってるそのグルーブって言葉は俺簡単に使いたくないんだけど、それを勝ち取ろうぜっていうポジションを、ギルガメッシュっていうバンドはこうでなきゃいけないっていう、その志を実現させるために愚直なまでにいろんなことやるやつだな、っていう印象、実際どうかな、バンドのね歴史を見るとそんな感じでしょ、ほんと全然苦労惜しまず、なんかいろんなところにライブやったりとか、苦労しまずいっぱいリリースしたりとか、曲書いていろいろパフォーマンスしてね、ライブステージこなして、すごいだから頼もしいし、たくましいし、なんかそれで俺のことを先輩として崇めてくれるんだったら、すごい誇りに思うな、誇りに思える後輩たちかな、この涙が。そして初のミュージックビデオ終わりと未来が撮影された。もう人生初の MV 撮影だったんで、好きなバンドとかのなんかこうオフショット映像とか見てて、その時にやっぱ MV のオフショット映像とか見てて、ああこういうことをやったらなんかプロっぽいなとか売れてるバンドっぽいなっていうのをすごいなんかこう夢を持ってたんで、なんかすごいその初めての撮影の時はウキウキワクワク感でいっぱいでしたね。夢が叶ったみたいな感じで、ピチピチですね。なんか動きとか、ウイウイしいですよね。なんか今見ると、普通 MV ってみんな歌ってないで口パクだったんですけど、俺その時結構ガチめに歌ってたりしてたんで、なんか今見るとすごいなんか若いなとか。元気だなとか、 なんかそういう印象ですね。11月には現在の渋谷オーウエストであるオンエアーウエストで2度目のワンマンライブを成功させる。君たちは海か海鮮船が生み出します、白い丸見てください、2007年5月、ギルガメッシュは初の海外ライブとなるアメリカでのライブを行った。今思えば多分ただのムックのバーターだと思うんですけど、
もう本当完全に前座みたいな感じで、 YOSHIKI さんがアメリカでイベントをやるで、ビジュアル系集めてイベントをやるで、本当がむしゃらにはやってたんで、失うものもなかったし、初めてだし、やれることやってやろうが意外と高評価で、ライブ終わった後も YOSHIKI さんから、まあ今日一番のダークホースだったねとは言ってくれて、力んでたと思いますね。映像見直してもやっぱ思うし、そうですね、もう当時やっぱ先輩バンドが邪魔だったんで、もうそれ潰す気持ちではやってましたけど、もう VV でしたね、はい、いやもう本当てめえら見とけよって思いましたね。なんかこう若手だし、まあ、知名度もないし、なんだこいつらみたいな目で見られてたと思うんですけど、もう俺らは本当見とけよてめえらこの野郎っていう思いでステージに立ってたし、その頃ずっとそういう何クソ根性で活動してたんで、まあ見たなと。自信にもつながりましたね、やっぱ俺ら、うん、やればできるなっていう、なんか自信にもつながった一日でしたね、その日のイベント。まあ、その時のライブが成功したからこそ、うん、海外での評価も上がったし、オファーも増えていったんで、すごくそこがギルガメッシュの活動においてすごい重要なライブだったなっていう。続けて6月9月にはドイツでライブを行い、7月ミニアルバム「リーズン・オブ・クライング」をリリースしたのに続き、12月にはムックの宮氏プロデュースのもと、セカンドアルバム「ギルガメッシュ」をリリース。自分たちのバンドで楽器屋で狙ってるドラムセットがあって、それをネットで見て買いに行ったら、ちょうど昨日ぐらいに別のお客様が買われていきました。言われて、うわあ先に先手取られたと思って欲しかったのにって言って、次の1週間後ぐらいの元やったルート14のタイバンのバンドがギルガメで、そこのドラムがそのドラムセット使ってて、なんだこいつだと、もしかして先に買いに来たのこいつらかと、この日本でこのメーカーのドラムセット買いに来るやつ、しかもビジュアル系やってて、しかも今回ムックの前座やることになった、そのライブハウスおすすめのバンドで、なんかすげえ面白いなって思って、まあバンド名もバンド名なんですぐ覚えました。田舎者な感じはすげえあって、変に洗練されてないし、素直で分かりやすいなって、特にドラムの量とかもヤンキー臭がすごい出てて、でもそういうやつ俺すごい好きだから、まあ、当時のマネージャー加藤さんがギルガメッシュもいろいろやったりしてて、まあ、インディーズで出すフルアルバムとしては多分最後になるだろうから、今そのインディーズのギルガメッシュらしさを 100% 出してくれねえか、もっともっとコアにしてくれねえかっていうオーダーだったので、あまあじゃあまずだったらその得意だし、まあ、ラウドにやるんだったらやりますよって言って、アルバム1枚まるまるプロデュースさせてもらいました。なんかこう歌詞の世界がもうちょっとギルガメッシュ広がったら面白いのになと思ってたから、まあ、結構そのサウンドはまあ結構量が結構自分のイメージ持ってるから、どっちかっていうと歌詞とかそのメロディー、そのサトシの歌に重点を置いてプロデュースした記憶があるっすね。まあ、バンドギルガメッシュがなくなったらなんかどんな風に思うんだとか、そういう気持ちで一回歌詞書いてみろよっていう話をして、とにかく自分の言いたいことがだってないっつっても絶対あるから、それもっとさらけ出せよって言って書いて出てきた歌詞で、結構好きで、すごい暗いんだけど、新しい部分を見せたいじゃなくて、今のギルガメッシュのコアの部分を引き出そう、よりラウドにしようっ
ていうコンセプトだったから、多分暗いアルバムになったと思うね。すごく何かのきっかけになればいいなと思ったから、よりその次のアルバムを出した時に、その次のアルバムがなんか開けたものになればいいなってイメージはしてた。年が明けた2008年1月、ギルガメッシュはヨーロッパ5カ国6公演の単独ツアーに旅立つ。3月帰国して渋谷クラブクアトロでのワンマンをソールドアウト。8月にはドイツで行われた野外のメタルフェスバッケンオープンエアに出演。ドイツの、一番有名なメタルのフェスなんですよ。すごく感動しましたね。だから僕その洋楽 の, そのニューメタルって言われるバンドをずっと聴いて育ってきたんで、その人たちと、まあ、ステージは違かったですけど同じ場所でライブできるって、もう感動しかなかったですね。ただすごい悲惨な思い出ばっかでしたけど、そのやっぱ向こう240ボルトとかで電圧違うんですよ。当時のスタッフが、変圧かまさないで、そのままその同期の同期あるじゃないですか、その当時 MTR を使ったんですけど、音を出す機械があって、もう飛びますよね。もうセッティング中に飛ばしちゃって、で僕らの曲って基本はそのシーケンス、その同期の音ありきでじゃないと表現できないものが多くて、表現できないですよね。だから急遽同期なしでやったりとかで、悔しいですね。だからギルガメッシュでもう一回そのバッケンオープンエア挑戦してみたかったなって気持ちはやっぱ強いですよね。リキッドルームでのワンマンも成功させる。11月にリリースされたサードアルバム「ミュージック」では、これまでになく大幅にデジタルサウンドを導入。同じ11月には国内47都道府県のライブハウスを網羅するツアーを敢行する。ツアーファイナルは年が明けた2009年3月、会場の渋谷アックスは超満員となった。なんだかそこまでちょっと言葉覚えてないですけど、なんかパンチのあることをやりてえみたいな感じの話だと思うんですよね。でそこからまあ47回ったら回りてえとか言ったのかな、まあ、そこでメンバーが誰も嫌だっていうのもなくて、一丸となってやろうみたいな。その47本ライブやってると、どんどんなんかライブ物足んない、飽きてくるっていうか、そのマンネリ化した感じに。だからもうステージ上でメンバーがふざけ始めるんですよ、なんかライブ中なのに。そっからなんかギルガメッシュが壊れ始めたじゃないですけど、なんかいい感じで自分たちの独自の色を出せてきた感じで、なんか自分たちのライブスタイルを変えたツアーになったかなっていう。当初はあれ47都道府県のファイナルが確か多分ね赤坂ブリッツだったと思うんですよ当初は。でも亮がこんだけなんかもう大変な思いで作ったそのミュージックっていうアルバムがもう赤坂ブリッツじゃねえアックスだみたいなこと言ってなったみたいな。初めてその2000キャパぐらいのところを売り切れたみたいな、一番脂乗ってた時期だったんじゃないですかね。実際はハードだったと思うんですけど、その時まだ若かったんで
まだ僕が21とか2とかそのぐらいだったんで何にも疲れてませんでしたね。アメリカだよ。米国米国。4月再び渡米してライブ。5月にはヨーロッパ7カ国10公演のツアー。帰国後すぐ再渡航し、スウェーデンとフィンランドでフェスに出演。6月からはシングルを立て続けに3枚リリース。音楽性の幅を広げていく。そして12月には4作目のアルバム「NOW」をリリースする。2006年の事務所の武道館イベントが始まったと思うんですけど、それ4回目の出演で、まあ、ある程度武道館っていうのもこなれてきて、環境的には、まあ、年一でしかやってないんですけど、その時もアメリカの時と一緒で先輩方の囲まれてのオープニングアクトみたいなもんだったんで、もう先輩バンドを潰す覚悟で早く潰れてくんねえかなっていうライブをしてたと思います。
2010年1月、新木場スタジオコーストでのワンマンで自らの観客動員記録を更新。3回の国内ツアーを行う中、7月にはカラー。10月に命の木の2枚のシングルをリリース。約束だけだみたいの一人冷たい風に吹かれて胸を焦がす君の優しさが。2011年1月、5枚目のアルバム「GO」をリリース。2月、凱旋公演千葉と銘打ち、初のホールコンサートワンマンを地元市川市文化会館で行う。楽曲も GO っていうので結構ポップに振り切れて、それに伴ってホールでも楽しめるライブだったりとか、広い会場でも全員が楽しめるようなステージングだったり、曲構成だったり、セットリストだったり、演出だったりは、その頃から深く考えるようにはなりましたからね。最初の頃はもうただ全員が敵だったみたいなまあファンもなんか最初は別に仲間とも何とも思ってなかったんですけど、なんかだんだん次1個のギルガメッシュのチームっていう感覚も増えてきて、でスタッフも関わる人も増えてきて、違う牙が生えてきたというか、乳歯が落ちた感じです。暴れるだけがライブじゃねえっていうのがすげえやりたくて、見て体が揺って気持ちよくやるのもそれライブの醍醐味だと思うし、ちょっとそっちの方向にもトライしてみたかったなっていう感じありましたね。でだから行こうみたいなアルバムができたですね。俺が結構行ったと思いましたね、リオに。そういう風な次のアルバムはそういう感じで行きたいなみたいなことを確か言ったと思いますね。それだけって言うんですよ、ラウドミュージックでもゴリゴリだけとか。毎回出すことになんか変化が欲しいやっぱ俺あるんで、やっぱ死ねーとかなんか言ってた怖い番なんですけどね。まあでもまあそれはまあ基盤にはあるんですけど、やっぱ変化はつけたいじゃないですか。ずっといつまでも死ねなんて言ってらんねえしと思って。その直後、3度目のヨーロッパツアーに出るが、ツアーの最中に未曾有の被害を国内にもたらした東日本大震災が起こる。メンバーは不安に苛まれながら海外ツアーを決行。すぐ募金に走りましたね。なんかできることはねえかなっていうのをメンバーで話し合って、でもその日のライブからもうそういうことがありましたと毎回 MC で書いた英語ですけど、サトシが棒読みで喋って、だから募金協力してくださいみたいなことだったら、みんな募金してくれて、数えてはいないですけどすごく集まって、でそれ持ち帰って寄付してっていうことはしましたね。あとは iTunes で帰国してからすぐ曲作って配信して、それの売り上げを全部震災の寄付に募金回すみたいな、
ていうのもやりましたね、うん、まあ俺たちにできるのはそういうことかなとか思って。何か日本に対してできないかっていう思いと何にもできない自分との葛藤みたいなのがあって、なんかすごい言葉がいっぱい生まれてきたんで、すごいその思いを詩にまとめておいたんですよね。みんなの無事を祈ってる思いだったりとか、うん、一日でも早くみんなが笑えるように、うん、復興していったらいいなっていう、そういう気持ちを、まあ、歌詞というか詩にしてたんで、それがまあ日本に帰国してから、まあ、メンバーみんなで話してチャリティーソングを作ろうかってなった時に、まあ、その詩をそのまま使ってっていう、本当に自分の中での日本に対する祈りっていう部分を、まあ、メッセージとして込めましたね。初のアメリカツアーも終えて帰国した彼らはプレイをネット配信限定で発表。この曲は6月のゼップ東京ワンマンでも披露された。8月レンジャークルーのイベントでニコファーレに出演する。2012年2月同じライブハウスで13日間連続公演を行うという企画、東京サディスティックぶっ通し 13days を渋谷 WWW にて刊行。中でもギルガメッシュだからこそできた型破りな企画、ライブハウスを秋葉にしようデーではコスプレも披露した。あれ僕ですね、僕が企画しましたね。なんかこう一回やってみたいなと思ってて、それでなんかね普通に演奏したらめっちゃ面白いんじゃないかなと思って、まあほとんど全員出落ちでしたけどね、あの映像見てたんですけど、あれどうだったかなあれメンバー、うん、でもいやっていう感じはなかったですけどね、スタッフもみんなノリノリでやってましたよね、はい、多彩なゲスト出演者の中にはこの方も。ユニットバンドやるからちょっとボーカルをやってくれませんかみたいな人づてにしたんですよ。間違ってんじゃないかなっていうふうにまず思ったんですけど、なぜかそれで、まあ、里地さんがその時にまあ、喉休めたいかったんでしょうね、13日間、ライブを続けてたから、だから僕にっていうことだったんですけど、それまでね、サトシさんと別にこう、会ったこともなかったし、まあ、いいですよと返事しまして、あれよあれよという間にこう、まあ、出るようになった感じですね。ものすごいビビってました、やっぱり。ああいうね、ゴリゴリのバンドの人ですから、なんかちょっとヘマしようもんだったら、顔面にグーパン来るじゃないかみたいな、この予想はしていったんですけど、まあ、たとしさんがいい人で、本当にライブの感じとは思えないぐらいね、いい人ですごいなんかこう、最初すごい低姿勢な感じに来てくれて、あ、本当にバンドマンなのかなみたいな。ぐらいね、サラリーマンぐらいの感じでしたよ、たとしさん。全員多分いい人だと思うんですよ。その、普段いい人でいる、この、積もり積もったこのストレスみたいのをライブで発散してるみたいな
感じだと僕は思ってますけどね。まあ僕らが4曲やった中で2曲目の後にちょっと MC 挟んだ時に、なんかサトシさんがなんかすごい僕にオファーした時からこう熱望してた、あのハライチのこの漫才をこうやってみたいっていうふうに言われてたんですよ。しかもこれ澤部の方をね、やってみたいっていうふうに言ってきまして、俺澤部の方やってみたいって言った人初めて聞いたんで、イカれてんなと思ったんですけど、もうなんかこう台本をねこう渡しまして、でそんなに練習もせず本番当日こうやってみたら意外とできるっていう、このねすげえ練習してきてんだっていうのがあったんで、あ、これがやりたくて僕にもしかしたらオファーしたんじゃないかなっていうふうには思いました。ギルガメッシュの音楽はまあその音楽番組でチラッと見るぐらいだったんですけど、もうでもこう関わりできてから何回もライブ行かせてもらうしにすごいファンになりましたね。なんかビジュアル系っぽくないって言ったらあれですけど、なんかこびてない感じの音楽でかっこいいなって思いましたね。7月には元ジュディ&マリーの拓也氏をプロデュースに迎えたシングル絶頂版をリリースする。僕の、まあ、先輩バンドレピッシュっていう先輩バンドに関わってたスタッフの人がいて、まあ、結構昔から僕知ってるんですけど、今なんかそのギルガメッシュっていうのに関わってるんだけど、プロデュースとかお願いできないかなみたいな。で僕結構そのコンサートじゃなくてライブハウスで初めて見たバンドってリアクションっていうバンドで、デンジャークルーなんですね。その後デランジェとかもなんですけど、大ファンでこう地元一緒で、だからなんかこう俺はデンジャークルーのバンドのプロデュースとかやる気が来たんだみたいなんで、ちょっとその僕の若い時の10代のなんかそのロックの青春をなんだろうね、支えてくれたあの、まあ、事務所というかレーベルのバンドなんで、まあなんか恩返し的な感じもあり、なんだろう、面白かったし、なんか僕の時代とかだとあんまりありえなかった、なんかメンバー、また特にギターとベースさお二人がチューニングが違うとか、なんか新井君とかなんか全然独自なチューニングでって、なんかそういうのでもうそんな時代なんだねみたいな、そういう驚いたとこもあったし、思った通りなんかなんだろう、こう自分らばっかりでやってるから、まあ、雑なとこもあったし、相当プリプロでメンバーとなんか 2,3 日ああでもないこうでもないってアレンジをやってて、まあ、あの彼らが作ってきた曲何曲かあったのかな、まあ、それを僕が現場で、まあ、考えられるほぼなんか全ての手口のなんかこうコード進行だったり、こういうアプローチもできるこういうアプローチもできるみたいなのを、まあ、一緒に、まあ、僕がこう作って見せながら、でこっちこれがいいですね、これあれがこっちがいいですねとかってだんだん寄せていったんですけど、ちょうどあの彼らは30ぐらいだったのかな、30前後だったのかな、よくある、まあ、僕もその頃通ってきたんで、なんかまあその頃の年齢によくある問題を抱えてる若者たちで、なんか可愛かったですけどね。9月シングル斬鉄剣発売。10月、豪雨の中、日比谷野外大音楽堂でありったけのパワーをぶつけたライブを披露した。2013年に入り、ギルガメッシュはライブ活動に関するインフォメーションもなくなり、事実上の活動休止期間に入った。まあ、その時メンバーがこれからギルガメッシュはどういうライブをしてどういう曲を作っていこうっていう、見てる方向が割とバラバラになってしまっていて、それをなんかうまくまとめられないまま進んできてしまっていた時期で、
まあ、バンドギルガメッシュとしてのバンド活動はしてなかったんですけど、まあ、ここで自分たちができることを探してギルガメッシュ今後どうしていったらいいのかっていうのを考える時期っていう1年でしたね。まあ、でもなんかギルガメッシュを良くしようとここが考えてて合わないで考えててみんなが良くしようとしてんだけどそれがぶつかり合ってたっていう意味ではちょっとギクシャクは、ただそれが別にベクトルが違うと言ったら違くて、みんな同じベクトルを向いた上でギルガメッシュをより良くしようの中でのギクシャクだったというか、そういう距離感はあったなっていうのは覚えてます。で、亮がもうすんげえ悩んじゃってさ、どういう音楽作っていいか分かんないって言うし、その脇もしないしみたいな。で、俺一応俺は亮のやっぱパートナーでも俺は自分で思ってるんで、で俺も亮のそのね小松のすげえ助けたかったし、こういう音楽とかどうだみたいな、いろんなディスカッションもしたし、もうずっともうダメだみたいな続いた時、さすがにちょっと俺も焦ったというか、パートナーなのに何もしやれてね、自分もいたし早がり様だったし、バンド辞めてぐらいまで思ってて、こんな音楽好きなのにこんな辛い思いしなくちゃいけないんだったら辞めてもいいかなとか思ってて、ビジネス書とかなんか読み漁ってたんですよ。なんか違うことやってみようかなみたいな、あといろんな人の本とかなんか面白そうだなっていう本を徹底的に読み漁ってて、でそれで、あ、こういう考え方もあるんだとか、そこで考え方がプキッと変わって、別にどうでもよくねみたいな思ってて、俺にしかできないことは俺にしかできないんだから、俺のできることをやればいいじゃんと思って、考え方が周りのことを考えないしやればいいじゃんと思って、そしたら曲がどんどんできるようになって、関わっている大人がいるじゃないですか。で、まあ、もっとこういう風にした方がいいよ、この曲じゃあだよって言われるんですよ。いや、もっとこういう風になった方がいいよみたいな、でも常にこうでしたね。9月、ついに長い沈黙を破ってシングルインコンプリートを発表。渋谷アックスで超満員の中復活ライブを行う。さらに11月には6枚目のアルバム「モンスター」を発売。2014年3月、ライブ必須の人気曲を最新サウンドにリミックスした渾身のベストアルバム、ライブベストを発売。5月、6月には4度目となるヨーロッパツアーを行い、各国でソールドアウトを連発した。
9月、ミニアルバムグラビテーションを発売。43公演に及ぶロングツアーを行う。2015年春、結成11周年にかけて思い入れのあるライブハウスを中心に11本の国内ワンマンツアーを遂行。9月にはメキシコでの初のワンマンライブを行い、2000人ものオーディエンスを魅了した。2016年1月、ミニアルバム「キメラ」を発売する。気づかないまま出口のない闇の中、引きずり込まれていただけだろう。救いなどない世界の中で、夢も見られない。同時に全国ツアー、ギルガメッシュワンマンツアー2016キメラを開催。さらに5月からは5度目のヨーロッパツアーがスタート。そして突如、そのツアーファイナルとなるライブでの解散を発表する。いやー、もったいないなっていう、なんか僕の中で唯一無二のこの存在だったミドル犬の中でも、だから異色だとは思ってたんですけど、そんなこうギルガメッシュが解散しちゃうのもったいないなと思ったんですけど、なんか理由聞いてギルガメッシュのまま終われるのが今だっていうふうなことをまあおっしゃってたんで、まあ納得しましたけどね。ミュージシャンの機微で解散もやむを得ないよねってバンドはって、仲良し小良しでどうこうっていうのでね、未来をできるもんでもないかな、まあうちらも一緒だ、地元の友達、同級生、幼馴染と一緒にバンドやってると、やっぱなんかさ、大人になってから出会ったバンドメンバーが集まったバンドとは違う空気があるし、そこに向き合って向き合ってうまくいかないことが多分多いと思うんだよね。だからしょうがないと思うんですよ。まあ、僕はそんな前向きにでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。なんかいいって言うとあれだけど、まあ別にまたやろうと思ったらいつでもできるわけだし、まあ、それぞれやっぱギルガメッシュよくしたいのは、守りたいっていうのは気持ちは強いんだけども、それぞれが個人個人 の気持ちがいざこう4人で固まった時にちょっとベクトルもずれたりとか、この4人でやれる次の手が見つからなかったというか、よくしようとするがゆえに揉めて潮時かなと、タイミング的に、やれることは全部やりきったなと思うし、で将来ギルガメッシュが10年20年後を考えた時に、まあ今のうちに終わらせた方がいいんじゃないかなっていう気持ちは、まあ身勝手ですけど、まあ4人でしっかり解散というのを決断できたんで、まあ、それは良かったかなというか、誰かによって解散させられるとか、やりたくてもできないとかじゃなく、みんなでここで終わりにしようって決めれたんで、それは良かったかなとは思うんですけど。俺の中では、まあなんだろう、メンバー割と30代になり、やっぱ結構周りの同年代のバンドマンの友達でもやっぱそこで一回悩む時期だと思うんですね。バンドを続けるのかやめるのかっていう選択を迫られる時期だと思うんですよ。でそれで自分たちのことを考えた時に、俺の中ではやりきってしまったんですよね。ギルガメッシュとして、バンドとして、歌い手として、この12年間の中ですごいいろんな夢も叶えられたし、情熱も注いできたし、これをやりたかったとか、ああしたかった、
あれ未練あるなとかそういう気持ちがなくって後悔未練がなかったんですよね。だからあだったら今このタイミングで終わらせて一人一人の人生を、まあ、歩む方が一人一人のためにとって今一番いい決断なんじゃないかなっていうふうに自分の中で思ってたんで、解散した今でも本当何の悔いもないですね。まあいろいろメンバーとまあこうねディスカッションはしたんですけど、あのバンドを続けたいっていうやつもいれば、次のゼップでピリオドを打ちたいっていうやつも いればね、そのまあそこまでの活動じゃなくなるけど細々とやっていくみたいな話も出てたんですけど、なんですかね、もうまあ俺らまあ一人の人間なんで、一人が辞めたいって言って、まあ、ちょっとまあ やめろよみたいなね、引き止めることもできないし、しかもその12年間やってきてその解散を選択したメンバーもいたんですけども、そう簡単に出る、だから自分の中で一番すげえ考え抜いて解散って言葉出たなら俺も何も言わないなと思ってたし、でなんか細々となんか規模がちっちゃくなってこう細々とやろうぜっていうのも、そんなダラダラした活動は俺はしたくないと思ってたし、だったらもう解散でいいんじゃないみたいな感じで、まあねえ、もちろん12年間やってきたから寂しさとかまあねえちょっとあったんですけど、まあでもそう割り切ってみたいな感じでしたね。まあちょうどそれもキメラツアーの途中間だったんですけど、まあ解散が決まったってなったらまあしょげても仕方ないじゃないですか、なんか暗くなっても仕方ねえし、だから残ってる本数とあと海外とあとゼップをもうとにかくもうチームギルガメッシュマネージャーメンバー、それをまああのねサポートしてくれたスタッフの方とももう笑いながら楽しんでマジやってやろうっていう風にモチベーション変わりましたよね。だからメンバーともすげえディスカッションも増えたし、いつも通りバッかなことやってるし、うん、普段あんま変わんなかったですね、テンション感も、うん、本当は独立を考えてたんですよ、会社抜けで、うん、そこまでのプランニングも考えてたし、でまあ会社と揉めたし、まあ、最終的には独立して自分たちで会社作ってやっていきたいと思ってたんですね俺は。で、まあ、会社といろいろ戦ってるうちにいろいろ突っ込まれることも多くて、そのメンバーとも話がちゃんとできてなかったなっていうのもあって、意見のズレとかもあったし、でまあメンバー同士の会話不足が一番の原因なのかなと思いますけど、でうちのメンバーって何だろうな、仲いいんですけど仲がいいから思ったこと言えないんですよね、正直な気持ちを隠すんですよ。もう言いたいことだったら全部言って、どう思ってんのどうしたいのみたいなっていうので話した結果、あじゃあこのまま会社抜けて独立をしたところでうまくいかないなと思ったんですよ俺は。でその状態でちょっとまあ独立しても後ろめたいメンバーもいるわけで、そういう気持ちがなんだろうな、不安定な状態で続けることの方がリスクが大きいなと思ったんです俺。でそれぞれの気持ち聞いて、だったらこのタイミングで辞めるかいっていう感じですね。ってなると大きな理由は、まあ、独立を考えてたけど、まあ、そこに独立に対してのメンバーの気持ちの不一致ですかね。うん、まあ、まあ、とにかく仲はいいですよ、うちは。そして7月10日、ZEPP ダイバーシティ。もうツイッターにも書いたんですけど、ほんと12年間ライブやってきて一番楽しかったんですよ。毎回まあツアーファイナルでっかい箱でライブやるときって結構いろんな重圧だったり、いろんなボーカルなんて背負うものがあって、その重圧に結構苦しめられた時期もあり、気分がめいてた時期もあったんですけど、なんかほんとその日は逆にそれが全部背負ってたものが自分の浮力になって、全てなんか体も軽いし、なんかコンディションもいいし、
すごい盛り上がりも見せてくれたし、本当に心の底からあんなに楽しめたことが今までなかったんで、本当人生で一番楽しいライブができたなっていう、それのみですね。いつもなんかワンマンライブやった次の人が、あそここうしときゃよかったなとか、なんか反省するんですけど、もう本当に楽しかったの一言で、一片の悔いなしみたいな。いやー、正直疲れたと、なんか不思議な話、ちょっとほっとしたというか、本当一生懸命ギルガメシに対して走ってきたから、なんかやっとこれで落ち着くんだ。全然その後のこと何も考えてなかったんですけど、将来のことなんて考えてないけども、それよりも先に無事終われてよかったっていうほっとした気持ちが強いっていうのが本心ですかね。ねえ、なんか別に解散ライブっていう感じ1ミクロまたしなかったですね、自分の中では。なんか普通にキメラのツアーファイナルみたいな。僕もなんか別に悲しいっていう感じもなかったんで、終わってみて、まあ一個、うん、ツアーファイナルお疲れ様でしたみたいな、その先はないけどねみたいな感じでしたね。普通に楽しかったし、うん、でもサトシ君のあの MC かな、なんかどっかのセクション的あの量が泣いたとこあるじゃないですか。俺もここら辺まで来てましたからね。もうっていう感じでした、これ。でも俺はなんとか耐えましたけどね、これ。いやー、一番今まででいいプレーできたなと思って、後半はちょっと泣いちゃったんですけど、ボーカル君のせいでちょっと泣いちゃったんですけど、そこでその次の曲ぐらいがボロボロだったんですけど、それ以外は自分は最高なプレーができたと思ってますね。泣くとは思ってなかったんですけどね。僕そのライブの音の編集もずっと今昨日でようやく終わったんですけど、そのセクションが来るために泣いてますからね、編集しながら。この野郎みたいな。もう自らはバンド組みたくないかなっていうのは、もうやっぱギルガメッシュでもう全部注いだつもりだったんで、まあ、これ以上注げるものってあんのかなとかも思うし、まあ、正直今疲れちゃってる部分もあるかもしれないし、ギルガメシっていうものを終わることに対して、だからまあ誘われたものには積極的にやっていきたいし、なんか面白いなと思ったらやりますけど、またこのバンドで一から上目指していこうっていうバンドは作らないなとは思うんで、まあ、ただやっぱ音楽が好きだし、12年間音楽をやってきたんで、まあ、今後、まあ、僕のリーダーっていう立場上、やっぱいろいろノウハウだったり、バンド内のメンタルだったりとか、ギルガメシの中でもやっぱその喧嘩とか仲良くなったりとか、なんかそういうのも繰り返してきたんで、まあ、そういうのも後輩バンドにアドバイスしてったりとか、これからのバンドのためになんかサポートできるようなことはしたいなと、ざっくりは、まあ、それがどんな仕事であろうと、そういう気持ちを持ってやっていきたいなとは思います。今のところはまあ特に考えてないかな。とにかくバンドっていうか、なんかそういうのはまあ組むこともないだろうし、表舞台からまあ少しは消えるかなっていう感じがしますね。でまあ最後はけ際に行ったんですけど、音楽はやめねえって言ったんですけど、まあそれが表舞台出て音楽続けることが音楽やめねえじゃないと思うし、家でずっとギター弾き続けてね、大好きなものを弾き続けるのもやっぱ音楽やめないっていうのもあるだろうし、まあ今はまだもうちょっと疲れたかなっていう感じするので、まだ表舞台に立とうとも思わないし、セッションでなんかこう出るっていうのもな、まあ気分次第ですけど、あんま出ることもないだろうし、まあまあポロポロ、まあ今はまだ考えられないですね、普通に。うん、まあなんか時が来て発表することがあれば、なんかまた表出るしみたいな感じですかね、俺は。うん、まあ表出た時はまあよろしくお願いしますみたいな。自分でなんかこういうのもあれですけど、何でもできるんで、経験も豊富なんですよ。海外にも行って、フェス、向こうのフェスにも出て、日本の音楽シーンのことも知って、一からここまで上がる手順も知ってて、音楽的な発信の仕方とかを作り方な、何でもなんか伝えられることっていっぱいあるなと思って、だからこれからはなんか自分のノウハウを教えていく活動したいなと思ったりとか、やりたいことが多すぎんですよね。全然まとまってないですけど、うん、人のカバーを自分の色に変えてカバーするとか、
自分で普通に曲作ってまたバンドもやりたいし、まあ、全然セッションでも何でも誘われればドラムだってまた叩きたいし、手のつけやすいとこからどんどん消化していこうかなって感じ。ただそのファンの前から消えるようなことは絶対したくないなと思って、うん、面白いもの提供できたらいいなと思います。わかんないですね本当にラストライブも燃え尽きて悔いもないし、まだまあ1ヶ月ぐらい経ってみて、まだ自分どうしたいんだろうってまだ形になってないんで、まあまた歌いたいなと思ったら歌うと思いますけど、とりあえず今の中では何にも決まってないんで、わかんねえなって感じですねバンドとかも誘われてるんですけど、今一回全部断ってて、いや今燃え尽きてる状態なんで次に何かをしたいっていう気持ちが起こんない状態なんで、そんだけラストライブで燃え尽きられたんで万々歳かなと思います。こうしてギルガメッシュはその歴史に幕を閉じた。そして4人にとってはこれから新たな歴史が始まる。